内なるよしの粋な夜電波。はい、どうも、ブエナスノーチェス、スペイン語化する世界に向かいまして、菊池成吉でございます。粋な夜電波パーソナリティでございますが、先週の放送がですね、まさかこんなに評判がいいのかという、毎週これでいいっていうお便りをいただきましてですね、毎週これでいいですっていうメールがたくさんいただいてるんですけど、私からそのメールに対して、アンサーがあるとしたら、毎週これでいいのっていうことですよね。本当にいいのっていう。本当に良ければそうしちゃうけどっていう。本当にそうしちゃった後で、数字がゼロになったりしたら責任を取ってくださいよっていうのはあるんですよね。あれです。っていうのは、この番組はですね、主にですね、まあ言っちゃっても大丈夫だと思うんですけど、木曜日の、22時半から23時の間に収録されてるんですよ。で、それはどうしてかっていうと、私、音楽理論の、つまり先週の番組の内容をもっとずーっと専門的にしたようなことですよね。ブラックミュージック、ヒップホップ、R&B、ジャズ、そういったものをみんな含めた、まあポップスもですけど、いわゆるポップスの、その、まあ、なんて言うんでしょうね。勉強ですよね。初等科、コードが読めない人にコードを教える。高等科、もう全部学理分かった子に、スティーリーダンダとか、まあ、いわゆる難しいと言われる曲のアナリーゼですね。分析をやって、こんなことやってるんだ、というようなことを、まあ、やってるわけですよね。バイトで。で、そのバイトが終わった後、バイトはまあ、貸しスタジオでやってるんですけど、貸しスタジオに、バイトが終わると、長沼が車で待ってて、そのまままあ、なんていうか、護送車に乗せられる犯人みたいな感じでですね、エルグランデに乗っかって、ブーンと TBS まで来て、TBS 来て前工場やって、ほんで、4曲だけかけるというのをまあ、5年間、まあ、例外もありますけどね、やってきたわけですけど、つまり何が言いたいかっていうと、先週やったことっていうのは、その前までやってたことをもう一回やっただけなんで、しかも簡単にやっただけなんですよね。まあやっぱ学校ってなことになるとね、私夜は私塾、昼間は大学、いずれにせよ、まあ勉強になればもうちょっとエンタメじゃなくなるんで、もうちょっと難しくなったり宿題が出たりするんだけど、にしてもですよ、大筋は昨日やったようなことやってるわけですよね。ね。あれでいいですって言われると、おーっていう、コスパっていうんですかね、番組の準備しなくていいっていうね、いうようなこともあったりして、そのまま今日授業でやったことを、じゃあ今日は、ビートルズのアイアムザウォルラスがいかにすごいかっていうことについて4週連続でやってみましょうつって、そんで番組がね、同時間帯1位とかになったら、なんか一つの奇跡っていうかね、モテ期っていうかね、よくわかりませんけども、学理のモテ期が来たのではないかということなんですけども、まあ私は本業は演奏ですから、ステージですけど、まあ副業で先生やったり、あともっと副業で本書いたり、さらに副業でラジオパーソナリティやったりしてるわけなんですけどね。はい、今週は先週の続きです。ですね、番組名ごめんなさいね、菊池成吉の粋な夜電波と申します。初めてお聞きの方、今日初めて聞いたという方は、以降 お見知りおきをという感じですね。私、菊池成吉、ジャズミュージシャンでございますが、今まで申し上げた通り、音楽理論、まあ音楽の構造ですよね。特に私の専門はリズムですけども、とはいえ、リズムだけじゃなくて、やっぱり、全体の構造がわかんないと、先生、できませんから、先週は、ディアンジェロによって、ブラックミュージックのトレンドが変わるかもしれない。ブラックミュージックのトレンドっていうのは、まあ、ジャズであれ、ジャズ以前の音楽であれ、ジャズ以降の音楽、まあヒップホップ、R&B、もう何もかも含めてソウル、ジャズ以前って何よって言われれば、まあジャンプ、まあ初期の黒人ロックンロール、いろいろあるんですけども、まあジャズの方が古いか。必ず、まあアフリカン、アメリカンのやる人ですから、今ここにね、ラテンは入ってないっていうところを注意して聞いていただきたいんですけどね。ラティーノ、いわゆる地下のヒスパニックっていう、その、スペイン語を喋る人たちが入ってくる。これからもっと入ってくると思いますよ。これからアメリカはスペイン語の国になると思いますけども、特にね、キューバがあんなになった結
果どうなるか楽しみですけど、まあ、ちょっとね、話が長くなってますけども、今私が話してるのは、アフリカン・アメリカンの人です。まあ、あんまり使いたくない言葉ですけど、アメリカは、まあ、奴隷の輸入という非常に歴史的な汚点があります。それ、まあ、これによって、その汚点を、なんていうんですかね、覆すということには決してならない別問題ですけども、まあ、その奴隷の輸入という非常に、許しがたい、人道的に許しがたい歴史を持つ、まあ、その前にはもっとすごいことやってますからね、先住民をね。まあ、これはアメリカ批判になっちゃいますから、やめますけども。その代わりに、アメリカにはアフリカ・アメリカンという人々ができ、アフロ・アメリカンという人々が、素晴らしい音楽を作り出した。ブラックミュージックはどんなジャンルでも必ず同じ動き方するんですよね。こういったその比較文化論として、例えば服装がどう変わっていくか、まあ、白人のマーケットとの付き合いをどう変えていくか、などなど、結局ね、ジャンルが変わっても全部同じです、ブラックミュージックは。で、あともう一つ同じことがあって、だいたい20年ぐらい安定してピークを迎えると、やっぱトレンドが変わるんですよね。で、ヒップホップ、R&B っていうのは、まあ、90年代をピークに、まあ、何年代を、の誰をピークにするかっていうのは、まあ、人によって勝手に決めりゃいいんだけど、大雑把に言われてるのは90年代ですよね。で、まあ、90年代、だから今から20年ぐらいですか。25年ぐらいですか。をピークに、だいたいもう形が固まってきて、もう今は、あ、なんつったら穴熊っていうかね、将棋でいうとこの、もう動けなくなっちゃってるわけですね。動けなくなっちゃってると言うと悪いことのようですけど、安定してると思えるわけです。ところがやっぱ必ず天才が出てきて、それもめちゃめちゃにぶっ壊して、美術史なんかと一緒ですけど、全然違うトレンドを作る可能性がある。そのアルバムが今年は、R&B、つまり歌側、スイング側ね、歌う側だったら、ディアンジェロのブラックメサイア、そして、ヒップホップ、ラップ側だったら、ケンドリック・ラマーの From Pimp to Butterfly。この2枚のアルバムが、ひょっとしたら2015年以降、しばらく今後10年のトレンドを決定するかと言われているアルバムなので、ディアンジェロの方の話を前回してみました。特に、あんまり音楽史や音楽評論家が指摘しない部分。つまり、ディアンジェロの音楽、ブラックメサイアは、アフリカまで、射程が入っている。つまり、射程距離が非常に長いんだと。いうふうに言われて、いるわけですけども、どう長いんだってことに関して批評家は絶対言わないとか分かってないですから、まあ、これ批評家は悪く言ってんじゃなくて、分析能力が彼らにはないので、具体的なね。なので、まあ、ミュージシャンが言っちゃったりすると嫌われるわけなんですけども、前回はハーモニーって言ってるんですね。アフリカが打楽器の国でハーモニーが発達してないっていうのは単に俗説でね、いっぱいあるんですよ、俗説が。日本人はシャイだからなかなか感情が外に出せないとか言っちゃって、なんことないですよ。アメリカ人だってそうですよ。ヨーロッパ人もそうです。だからうちらだけが、うじうじしてて、曖昧な笑顔を浮かべている、自分の言いたいことが言えないわけじゃないですよ、全然。あれもなんか誰かが作った捏造ですからね。そういった捏造で世の中見せてますから、21世紀はどんどんね、そういうのを直していきましょう。まあ、直してきましょうって言うから、直す気何もないんですけど。というわけで、前回はアフリカの音楽にはアフリカのハーモニーがあって、それはヨーロッパの音楽のハーモニーとは似て非なるものなのね。全然違うもんじゃないっていうね。うん。やっぱ声だ、たくさんの人が声出して一緒に音、歌うわけだから、確かに形だけ聞くとヨーロッパのハーモニーと似ていなくはない。全然違うわけではない。けど違うの。根本の作りが。その話を前回はバッハまで聞いてね。それからバッハ以前の12世紀のヨーロッパの音楽聞いて、ヨーロッパの中だってこんなに違うんだよ。なんてことやりましたけど、もうずいぶん喋っちゃったんで。今日も1曲目、ディアンジェロ聞いてみましょう。アルバムの中では、2曲目に位置されてるんで、ちょっと地味なところではあるんですけども、九段のアフリカンハーモニーががっつり聴ける曲で、ありますので、お楽しみいただきたいと思います。ディアンジェロ&ザ・ヴァンガードでブラックメサイ、アルバムブラックメサイアより2曲目です。サウザンドデス、千の死。We'll be right back.
はい、前回のアフリカンシンフォニー通りコーラスからだんだんもう叫びにというふうにこうノイズにというふうにね滑らかにモーフィングしてるわけですが、菊池成吉の粋な夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。力道山刺されたる街、東京港区赤坂 TBS より全国にということで、本日も先週の続き、アフリカ音楽からディアンジェロまでブラックミュージックを語るにはクラブの中にいるだけでは不十分だと題しまして、特集をお送りしております。そのパート2です。 CM です。はい、いきなり夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。今週はアフリカ音楽からディアンジェロまでブラックミュージックを語るにはクラブの中にいるだけでは不十分だと題しまして、まあ番組ではめったにやらない教養特集といいますかね、寝られちゃったらどうしようかな先週と思ったんですけどね。はい、前回終わらなかったんで一回で終わると思ったんですけどやっぱ無理でした。ですね、前回はハーモニーってもんがあって、とにかくアフリカ人もハーモニー大好きなんだと。ただそれは、ヨーロピアンなハーモニーじゃないんだということをまず提示させていただきました。ちょっとスイッチング間違って、マタイ・ジュナン、バッハのマタイ・ジュナン曲の1曲目を押せばよかったのに、興奮してニッて押しちゃって、コーラスがあんまり聞こえないとこ鳴らしちゃったりして、しくじったんですけど、まあ、大体お分かりいただけたと思うんですよね。アフリカには、ヨーロピアンな和製法はないんで、だから、整合的な目的を持った、和声の行き先っていうのはアフリカにはないんですよね。ただ単に鳴らされた音にハモっていくの。あーって言ったらもう、あーに対してもう、40人ぐらいがもう一気に面白がって、あー、なんでもいいから、合わせていく。そこにはね、やっぱりね、リズムに対する喜びもあるわけですよ。あーってのはリズムありますよね。タターンっていう。だから、パパーンってのがあったよ、合うんだよと。で、パパーンってのが合ってれば、音が何であろうと、これ、DTM とか経験されてる方あると思うんですけど、ヨシンバ結構丁寧に音程入れても、リズムがずれてると綺麗に聞こえないですよね。で、適当な音程でもね、ぴったりリズムが合ってると、ちゃんとハモって聞こえるのですよ。なんで、アフリカの人々が、こう、打点っていうか、リズムも重要視してるおかげで、ハーモニーが好きっていうような側面もありますよねっていう話も、添えときましょう。前回、アフリカ的なハーモニーっていうのをファンクバンドが取り戻すんじゃないかっていう気がしたのがファンカデリックだって話しましたよね。だけど、まあ次週聞きましょうって話しました。要するに、簡単に復習すると、まあジェームズ・ブラウン、アース・ウィンド・ファイア、アース・ウィンド・アンド・ファイア、プリンス、誰とは言いませんけども、もう、アメリカのオーバーグランダーのコーラスっていうのは、ゴスペル以降ですね。ゴスペルっていうのは、ブルースがキリスト教とくっついたもんですから、こう、まあ話しなくなっちゃうな。まあやめた。要するに、こう、ブルースを組み込んだヨーロッパの混声合唱ってもんがあるわけなんですよ。そのゴスペルの流れがずーっとポップスの歌唱、山下達郎さんが一人で かぶせたりするでしょ？わーとかってすごいですよね。ああいうのも含めて20世紀のポピュラーミュージックには全部それが入ってるんです。じゃないと本当に普通の聖歌隊の合唱になっちゃうんで。ありとあらゆるブラックミュージックはコーラスがあるとかがいっぱい後ろでいますよね。ダンサーだったりして。で、そういう人たちのコーラスは、まあまあ、そんなにアフリークじゃなかったんですよ。もうちょっと綺麗に、整えられてたのね。やっぱり、こう、お仕事だしね。オーバーグラウンダーだから。それに対して、ファンカデリックの、Shake the Gates って曲が、アルバムが33年ぶりに出まして、こういう曲なんですけど、Jump your hip happy hop ass over here and get some of this. これ去年出たね。で、私これ買って、クラブで爆音でかけたんですよ。その時に、あ、やばいって思って、この曲自体は9分あるんで全部聴けないんですけど、どん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 、曲展開しませんから、今のワンリフなんで。これしかないんで。このリズムで延々といろんなもんが手をかしなか出てくるんですけど、あ、ファンカがやったなーっていう、あ、ちなみに去年です。去年です。ファンカが、アフリカ的なコーラスっていうのをもう一回こう持ち込もうとしてるなっていう、いわゆるファンクバンドの綺麗なコーラスっていうのを超えて、ラッパーだとか、
あといろんな変な声とかね。変な声っての変ですけど、こう呪術師的な、シャーマニックなやばい声とか、あとは綺麗なコーラスも全部混ぜちゃって、なんていうんですかね、タイ料理みたいな雑草なんだか料理なんだかミントなんだかもうわかんないみたいな感じの状態を打ち出してきたんですよね。これやばいなと思って、誰かがこれを拡充したらえらいことになるぞと思ったらディアンジェロがやったっていうのがまあ私のあの歴史観ですけどね。やばいところあたりから聞いてみますね。で、ここやばいって言ったら言いますんで、聞きながら CM 行きましょう。ファンカデリックのシェイクザゲート。一曲目なんて言ったかな。ファーストイヤーガッツシェイクザゲートか。あ、いいのか。ファーストイヤーガッツシェイクザゲート。もうやばいですよね、後ろ。ちょっと I promise to pump, promise to keep this, promise you'll be keeping this promise. I promise to pump, promise to keep this, promise you'll be keeping this promise. Yeah, I can't take a shit. Smoke a nigga, lick a dick up the air. Post it. No. Money, money, lo que quiero es money. Con la música está fumando en el automóvil. Me bajo yo en mi Bowie, me bajo en Okeechobee. En alguna jungla me siento yo como Mowgli. Traigo medicina que tiene la nena Bobby. Hey, motherfucking hell. Nigga, please. I promise to fuck, promise to keep it easy. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. I don't do a whole lot of doing without. Nigga, please. Shut up. Smoke a nigga, lick a dick, a big hicka. Do the huckabuck. Can't you tell that fever likes fucking it up there? Can't you tell that fever likes fucking it up there? なんかをちゃんと経験してなくてレコードでだけ聞いてもいたヒップホップのラップのアーティストとかが見よう見まねで声重ねてみて見たら結構かっこよかったと、あれによってもう一回プリミティブにアフリカンコーラスが戻ってきたという言い方もできますね。やばいところだらけですけども、この声のかぶせ方とかね、はい、もうしばらくお聞きください。Promise to keep this, promise you'll keep the funk. I promise the funk, promise to keep this, promise you'll keep the funk. I don't do a whole lot of doing without.
bleed it. I don't do a whole lot of doing without the phone, you know. Lick a dick a pick up. Smoke a nick a lick a dick a dick. Smoke a nick a lick a dick 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 a はい、曲全体が持ってるキーみたいなもんが、ヨシンバ壊れちゃったとしても、まあ、壊れることはないんだけど、リズムが鳴ってる限り。壊れちゃっていいから、壊れなくてもいいんだよ、もちろん。キープしててもいいんだけど、壊れちゃってもいいから、これを拡張って言うんですけど、拡張子の拡張ね。拡張しちゃっていいから、真ん中で流れてるメロディに対して、もう好きなようにリズムだけ、縦線だけ合わせて、好きな音を乗せていこうと。そうすると西洋的なハーモニーだと汚れになるんですけど、ファンクやブルースの関係になると汚れでもない。まあギリギリですけどね、一歩間違えたら汚いってことになっちゃうんですけど、そこをこう結構ナスティーだけどドープだけどクールにやるぜっていうことに関してかなり成功してると思いますね、このアルバムね。あまりそこは指摘されませんでしたけども、まあそれがディアンジェロに直接つながったのかどうかね、わかりませんが、ディアンジェロのコーラスがアフリカまで繋がっているという話をまた今回前回させて、前半させていただきました。CM です。はい、菊池成良氏のいきなりの電波、ジャズミュージシャンの菊池成良氏が TBS ラジオキーステーションに全国に送りしております。今週はアフリカ音楽から、失礼。アフリカ音楽からディアンジェロまで。ブラックミュージックを語るにはクラブの中にいるだけでは不十分だ。と題したブラックミュージック特集のパート2となります。ハーモニーに関しては、まあ、理屈はわかんないけど、なんとか感じとしてはわかったよ。というところまで いけていただけたんじゃないかなと思いますね。次に来るのがですね、ディアンジェロが、まあ、これは、もうすでに、ブラックメサイアの名義がですね、ディアンジェロだけじゃないですね。ディアンジェロ&ザ・バンガード。バンドのボーカリストとしてディアンジェロが参加していると。つまり、これはバンドのサウンドなんだっていうところに戻っていく感じですね。ブラックロック化っていうかね。で、まあ、ブラックロックっていうと、まあ、いろいろ、例えば地味編はブラックロック化とかいろんな話もあるんですけど、私は地味編はブラックロックでもないし、ロックでもないし、地味編は地味編だと思うんですけどね。私はちなみにモロッコで地味編が着想を得ていたと言われる、モロッコのタンジールの地味編が泊まってた地味、俗称地味編ホテルの13号室で年末年始を越したことがある男ですから、いうことに間違いはあると思いますけども、まあまあまあ、地味編はね、地味は地味ですよね、やっぱね。で、まあ、ブラックロックって言われるもんがいっぱいあって、まあ、黒人がロックやるわけなんだけど、ただそのほとんどは黒人が演奏してるだけで、まあロックなんですよね。黒人がファンクだとは限んないよ。黒人が R&B とは限んないよっていうことだと思うんですけど、ブラックロックはいっぱいあります。が、ブラックロックに独特な音楽性っていうのはなかなかその、パッとわかりやすくは見つかんないんですよね。それよりも、やっぱりブラックロックカットを今言ってるのは、その、バンド化ですよね。で、その、バンド化することによって何が変わるかっていうとね、やっぱり、ブラックメサイア聞いた方はみんな思ったと思うんですけど、先週申し上げたように、本当はすごい上手い人が、下手っぽく雑にやって、それでやっぱ上手いってことになるよね。これは本当難しいです。もう2回ひっくり返ってますから。先週なんつったっけ？馬下手馬の状況だと思うんですよ。で、まあ、下手馬下手とかも、あるわけなのね。ローリングストーンズさんとかは、まあ私、別に全然、ディスする気ないですけど、まあ、下手馬下手でしょうね。結構ね。そこがいいんですよね。結局。だけどやっぱり、ブラックミュージシャンは、アスリートの側面がすげえ強いんで、下手っていうのがなかなかね、難しいの。これは、ある意味弱点でもあります。下手は別に音楽的な価値として別に、上手いだけが黄金じゃないですからね。音楽はオリンピックではないんで。下手っぽい、歌が下手、踊りが下手、楽器が下手っていうのが、いいっていうことだって十分あるわけなんで、それができないっていうのはある意味、不全でもありますよね。どれからどう聞いていくというのかな。ハウリンウルフ聞いてみましょう。This Howling Wolf、カタカナで言いますけど、This is Howling Wolf's new album. He doesn't like it.
He didn't like his electric guitar at first either. まあ、なんちゅうか、本人このアルバム気に入ってませんっていうことが、もうこれ、アルバム、何にも書いてないジャケットに文字で書いてあるだけの、凄まじい、ジャケットなんですけど、これのね、ここら辺をちょっと聞いてもらいたいんですよね。はい、あるいはこれでもいいかな。そうね、ハウリングウルフあたりをリズム&ブルースの中における、その、馬、下手馬っていうかね、最初はね、ブルースっていうのは当たり前ですけど、ギターの弾き方やったんですよ。このね、ブルースがもともと持ってるゆるゆるした危なっかしいところ、これはやがて、ブラックカルチャーとして馬馬に整えられていく、し、それは白人にとっても実は好都合で、上手くて、ちゃんと整合性があって、ちゃんと何小節で終わって、ラジオだと何分でとか、そういうような、なんていうんですかね。あらゆる危なくない状態、飼育化されて家畜化された状態のがありがたいから、どん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 そうなってちゃうの。そうするとね、必ずブルースがマグマで持ってたやばい力っていう、ブルースっていうのは本当はもう頭のおかしいやつが歌ってる、どこで始まってどんなになるのか。気分によってある部分が何小節も、あるいは中途半端な拍伸びちゃったり、こけちゃったり、裏返っちゃったりし、あるいはノイズが出てしまったりっていうのをみんな含んでんだっていうところに執着する人は多いですね。ブルースリバイバリストって呼ばれる人にはたくさんのタイプがいますけども、まあ一番の曲例としてキャプテンビーフハート聞いてみましょう。有名なトラウトマスクレプリカの1曲目ですね。これもね、初めて聞く人は衝撃を受けると思います。これも、ブルースを蘇らせようとするブルース復興運動の一つですね。Smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows.まあいいとこで切りますけど これね、即興じゃないんですよ。これ曲なんです、これね。で、もうね、自分家にスタジオ作って、まあ伝説だからどのくらい本当か知んないけど、ドラムとベースの人棒で思いっきり引っ叩いてですね、そこ間違ってるっつってガンガン引っ叩いて、キャプテンビーフハートはね、難病にかかっててね、体中が痛かったの、いつも。なんて言うべきか忘れちゃいましたけど、検索すればすぐ出てきますよ。難病で死ぬまで痛かったんですね、多分ね。その痛みの中で絶叫してんだ、知ってるわけなんで、人のこと棒で引っ張られて痛い痛いとか思われることなんか何とも思ってなかったと思うんですよね、多分自分が痛いから。自分が痛いからじゃないかもしれないけど。で、これは、比較的ちゃんと書かれたもので、合ってないっつって、比較的ちゃんと書かれたものって言ったって、頭の中でちゃんときちっと像を結んでないと思うんですよ。だから、合ってないって言われる方もね、言われちゃ永遠に合ってないわけです。こんな人に棒叩かれたら痛いですよね。私が比較的好きな、私ビーフハート全部好きですけど、ちなみにキャプテンビーフハートを世に出したのは我らがフランクザッパですけどね。まあ、ザッパの話までしたら、とても、止めどなくなりますから。比較的後期で、あんまり、さっきのトラウトマスクみたいに有名じゃないものの中から、これもね、番組で書けたかな。ホッドヘッドって曲聴いてみましょう。これも棒で縛いて、
違うんだよ、そこが、つって。止めては芝居て、練習して練習して練習してやらせたもんなんで、適当になんか、悪いお薬とか決めて、みんなでフラフラになりながらやったものではないんですね。Throw her pie to show, she can start a pie to go. She's a hothead, hothead, hothead. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. まあ、なんていうんですかね。ブルースの中にある、こう、やばい衝動ね。まあ、ブルース衝動って言っちゃっていいんでしょうけど、そのまま、ストレートに。それを、だん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 、こう、白人の商売人とかね、リスナーとかに、こう、整えられて、綺麗になっていくわけよね。そうすると、ブルースはあっという間にロックンロールになりますし、ロックンロールはあっという間にビートルズ生んで、マージビートにね。ビートルズ買いましたか？あのセット。私一番いいの買ったんですけどね。ワンプラスってやつ買ったんですけど。あれだけで番組4回ぐらいできると思うんですけど。まあ、それは置いといて。ブルースが、ロックンロールに、こう、家畜化されていく流れの中で、ブルースの衝動をもっと大切にして、こう、最初のブルースメンたちのヤバさっていうのを、俺たちが、こう、逆に、カリカチュアしてもいいから、えぐり出していくんだっていう動きはこう出てくるんですよね。で、そういった動きの中の、一つとして一個聞いていただきましょうかね。これ私も実はなんと、アコースティックのオーケストラでカバーしてるんで、ご存知の方もいるかもしれませんが、こちら全部白人ですけどね。キリングタイムっていう曲ですね。まさか、大量虐殺っていう名前がついた。ある時代のアイコンであるアルバムですけども、フレッド・フリス、フレッド・ビル・ラズウェルのトリオです。聴いてください。ですよね。今回のディアンジェロを、まあ、キリングタイム、今聞いたやつね。まさかのキリングタイムまでとは、まあ、言うのはちょっと狂犬不白の嫌いがありますけど、ビーフハートぐらいまで言っちゃってもいいんじゃないかなっていうぐらいの演奏してますよね。しかもビーフハートみたいに、もう必死のパッチで棒で引っ叩いて、みんな泣かせたりして、で、練習してやってるっていうより、
余裕で緩い演奏してる。で、その結果結構ゆるゆるな状態ができてるわけで、ジミもそうですし、ビーフハートもそうですし、今聞いた者たちは結構、あ、一番近いのがやっぱりやっぱこれ白人ですから、キリングタイムだと思うんだけど、そんなにギンギンになってないと思うのね。興奮しきってないっていうか、トランスしてないっていうか。で、ディアンジェロはやっぱり今回演奏が、例えばね、ついこの間までブラックミュージックの演奏ってのはこういうもんだっていう、つまり、ヨシンバ演奏のドラムが揺れていると。で、その揺らぎがかっこいいんだ。これ番組で散々やってきたことですから、改めてもう一回言うのもバカバカしいくらいなんですけど、しかも今それに関する本書いてますから、出たら読んでいただきたいんですけど、いわゆる J ディライズムね。J ディライズムってのは何かっていうと、リズムボックスを使うんだけど、機械でピチッと合わせないで手で打ってって、そうするとよれるじゃないですか。で、そのよれた感じのかっこいいのをそのまま使うっていうのが、まあ J ディライズムで、で、最近のものっていうのは、その、ジェイディラっていう人がやってきた、手打ちで、よれてるリズムっていうのを、体で今度真似していく。機械が、ごめんなさい。機械を、人体が真似していくと。まあ、人体と機械は真似の試合一個ですからね。バックの取り合いですから。ほんで、まあ、ブラックで、ね、レディオのどれ聞いたっていいですけど、これ聞きましょうか。あ、ロバート・グラスパー&エクスペリメンツですね。あ、もう一回かけましたからね。番組で。残酷残酷って感じですけど。これはまあ最初に聞いた時はすごいショック。もう5、6年前のアルバムですけど、すごいショックで、誰もが打ち込みだと思ったのね。ところがまあ生ドラムだった。という意味において、70年代の頃のスティーブ・ガット時代の、スティーブ・ガット、レニー・ホワイトといった時代のフュージョンと全く同じで、最初みんな打ち込みだと思ってた。ところがなんと、人間が叩いてた。鳥音、録音の方法も変わったし、プレイも変わった。で、それによって、これまるで機械じゃ、と思ったが、機械ではない、ということで、動くと。さらに、中二っぽくないと。大二っぽい。大二っぽいって、大日本って意味じゃないですよ。大学二年っぽいってことですけど、デートにも使えるし、ジャズ系の練習でも使えるっていう意味においては、第二秒音楽だと思うんですけど、高二でもないですもんね。高校にコンボないもんね。高校にあっても、高校にジャズの研究会あっても、ビッグバンドでしょ。だから、高校にロバート・グラスパーのバンドの、コピーとかが、軽音楽部にできると相当いいと思うんですけど、もうあんのかな？それはともかく、今聞いたグラスパーの、これはもう、どなたもご存知、ブラック・レイディオの1ですけども、これが、かっこいい来年以降も、あるいは、かっこいい今年までは、となるのかが問題だっていうのが先週今週の問題提起ですよね。はい。ディアンジェロは思い切って下手すればキャプテンビーフハート、もうもっと下手すればですけども、まあ、まさか、もっと下手すればもっといろんなものがあると思うんだけど、つまり、R&B のスティーミーな女が口説けるシャンパンが似合う感じを全部テーブルの上から放り投げたわけですよね。それによってブラックメサイアっていうものすごい強度の強いアルバムを作った。で、まあそのことはさっき言ったように先週から言ってるようにアフリカのコーラスっていうものにも戻ってるし、あらゆるプリミティブがファンクミュージックの中に取り戻されてトレンドが変わるかもしれない。相当プリミティブに。しかしそれはただ単にアフリカ的なワールドミュージックみたいなことをやってるだけじゃないんですよ。そんな音楽面白くもなんとないんですよ。私はこの番組でワールドミュージックずいぶんかけてますし、アフリカの音源もかけてますけど、じゃあそれをアメリカのヒットチャートだと思って聞いたら面白くなんとないんですよ。音楽的に興味があるなと思って素敵だなと思うから聞いてるだけで、やっぱアメリカのチャートインして1位になるにはそれなりの意味がやっぱ必要ですね。ディアンジェロにはそれがあるわけなんですよね。
で、ディアンジェロが今回やばいな、と私が思ったのは、コーラスもそうですけど、これは、もう一つは誰でもわかる。ドラムが、さっきの、ロバート・グラスパーはジャズ初ですけど、J ・ディライズムっていうか、ちょっとこう、よれた感じのドラムを、つまり機械がよれさせたものを人間の手で再現できる。これはクールだよっていうのが、ここ5、6年のトレンドだったんですよね。これ、金繰り捨てたの、バーンね。金繰り捨てて、思いっきり、ロックバンドみたいにバッカンバカンに演奏して、ギターも適当なチューニングで中から弾いたりなんかしてですね。ベースももう、ルート弾かないで好きなところで歌に合わせて適当っちゃ失礼ですけど、今までなかった、定番のファンク、あるいはブラックロックのやり方じゃない、ある意味の、パンク的な感じとかね。ニューヨークの70年代末から80年代の頭にかけて起こったニューウェーブパンク、あるいはノーウェーブって言われる、楽器が演奏できない人たちが演奏してきた音楽っていうのもあるんですけど、まあ暇があったら番組でもご紹介しますけどね。本当にすごいです。無教養主義の極点ですけど、あれにすごい上手くてかっこいい連中が、ちょっとそれっぽさを入れて、トレンドを変えるのか否か、非常に興味があります。というわけで、来週のお知らせでございます。来週の夜電波ですが、突然ですけども、注目の若手ジャズピアニスト3組にお集まりいただき、第1回次世代ジャズピアノサミットを開催したいと思います。メンバーは桑原愛さん、そしてフォックスキャプチャープランの岸本亮さん。フォックスキャプチャープランは最近私、アルバム1曲だけ参加させていただきました。ちょっと熱があってですね、そのレコーディングの日に何吹いたかあんまり覚えてないんですけど、OK OK って言われて帰ってきましたけども、あと西山ひとみさんですね、ヘビーメタルの名曲をピアノにジャズピアノにアレンジしたということで今話題になっております。このお三方をスタジオにお招きしまして、ジャズの未来、ジャズピアノの未来というね、大西純子さんっていう、私と、もう言っちゃもう50絡みですからね。大西さんもね、大西さんごめんなさい、歳の話して。大西純子さんのアルバムを作っているプロデューサーと、次世代の若手の皆さんと。まあ、西山ひとみさん若手っちゃ失礼ですけど。まあ、次世代的なね、方々と、ジャズの未来についてお話しできればと思っております。評判が良かったら第2回、第3回という感じですね。はい。まあ、てな感じで、若い、次世代のジャズの方々にね、まあ、未来は若い方のものですから、とはいえね、我々もまだ、猛録するわけにはいきませんので、頑張りますけども、我々のバンド、DCPRG、改め DCPRG、この前気に入ってるんでまた言ってしまいましたけども、DCPRG、改め DCPRG がですね、来たる11月17日、来週か、に、リハーサルをやるんですけど、これを、ドワンゴ？ドワンゴさんで、ライブストリーミングします。少しだけします。で、18日が本番。新宿ブレイズ。そうなこのラジオ聞いて、最近聞き始めて、菊池さんに興味持ったんで、どんな演奏してるか、知りたいんですけどっていう方とかで、年配の方とかに来られると足を折る可能性があるんで、あんまり進められないとも言えるので、そんな言い方しちゃいけない。来ていただきたいんですが、結構荒いライブなんで、私いっぱいバンド持ってますから、静かに座ってワイン飲みながら聴ける音楽もやってるし、もうガキが大暴れして、この間なんか興奮しすぎたガキが、ゴミ箱ごとぶん投げて怪我人が出たっていう、やばい、昔のロックバンドみたいなことももう起こってますので、その荒い方のバンドです。結構荒めですね。DCPRG の本番、新宿ブレイズ、歌舞伎町にあるライブハウスです。こう、周囲もやばいです。11月の18日ライブがあるんですよ。で、ここちらに足を運んでいただいても構いません。もちろん。ちょっと地方で来れない方などのために、やはりドワンゴさんを、プラットフォームに完全生放送ということで、まあ2時間半から3時間にかけて、そんなにやるのっていう、今でも短い方なんですけど、2時間半から3時間にかけての、我々のライブを完全生放送で、ライブストリーミングしますので、どうしても事情があって来れないけど見たいという方はぜひどうぞ。こういうご時世ですから検索すれば情報は転がっております。チケットはまだ金賞ですが残ってますので、ぎゅうぎゅうでも良ければまだ来れますね。夏のツアーで、
ギターの大村くんっていうメンバーがちょっと忙しくて来れない時に助っ人で来てくださった、私の、番組名は言えないんですけど、タモリで始まってクラブで終わる番組の仲間ですね。マーティー・フリードマンさん。もう、夏からね、またやろうよ、またやろう、ぜひやりたいね。あのぐらい有名な人になっちゃうとね、わかんないの。社交辞令かどうかが。なんだけども、本気だったらしく、出ていただきますので、マーティー・フリードマンさんと、うちらの、メンバーの、大村王子と、ツインギター。というかまあ、マーティーは3、4曲かな。ですけど、いずれにせよがっつり出て弾いていただきますんで、18日が本番。17日が、リハーサル。どちらも、ドワンゴで、ライブ、ストリーミングがあります。チケットもありますので、会場に来ていただくこともできます。こちらもよろしくお願いします。というわけで、今回なんとかギリギリ肩がついたかな。まだまだ、ディアンジェロのアルバムから聞くべきものたくさんあるんですけど、予告しておりました、もう一つのトレンド。ケンドリック・ラマーによる、フロムピンプトゥバタフライ、ジャジーヒップホップの未来ですね。に関しては、また今回と同じような、講義形式で1、2回できたらいいなと思いますので、ヒップホップ、むしろ俺、ディアンジェルより、ケンドリの新譜の話聞きてよっていう方は、ガンガンメールください。必ずやりますので。というわけでいかがでしたでしょうか。ジャズミュージシャンの菊池直樹がお送りしてまいりました。いきなり電波。アフリカ音楽からディアンジェルまで、ブラックミュージックを語るにはクラブの中にいるだけでは不十分だ。後編をお送りしてまいりました。それでは本日最後の曲ですね。まあ、明らかに、ディアンジェロほどラウドにはやらないけど、うちらもバンド行くからね、っていう感じが、ミゲルからはっきり伝わってくる今年のミゲルの最新譜ですね。ワイルドハートですね。ワイルドハートより、ゴーイングトゥーヘル、地獄に向かってってことですね。はい、を聞いてお別れしたいと思います。まあ、結局ね、先週のラストのビラールもそうでしたけど、今週もそうで、聞いていただければすぐわかります。もう、ファンクミュージックですらないですね。UK ロックって言った方がいいくらいかもしれない。ロック好きの方がぐっと引っ張られる可能性がありますね。泣きのコード進行、ロック的なリズム。つまり、ブラックミュージックは残念ながらブラックミュージックに飽きてしまったのかもね。これは非常に短いスパンの歴史が証明すると思います。というわけで、また来週。
Save me, I'm a sinner.